春祭り快楽フェスタスタートです。最初の頃ってそんなにやっぱりこう見える範囲ぐらいだったんですけど、それがもう分からないぐらいになっているっていうのは本当になんか嬉しいなって思いますね。聞こえますか？川島会長じゃないですか。落ち着いてあんあん聞けないで。どうでした？館内も、ね、見ていただきましたけど。見ました、はい、普通のね客船とかはもちろん見たこともありますし、はい、乗ったこともあるんですけど、うん、護衛艦っていうのは本当に生で見るの初めてでした。ちょっと一昔前のスケバンみたいな出立ちなんですよ。あスカートが長くて長い、ね、はいはい、そうか、今スケバンってね分かんないらしいんですよ。若い子スケバンって分かる方、あ大丈夫ですね。今年で5年目の茨城空港ということになりますが、はい、どうですか？ここまでこう長くやっていると、私が変わらなくても、はい、皆さんがだんだんこの空気感に慣れてきてくださっているので、その調子でお願いします。はい、ありがとうございます。どうだった？実際見てすっごくすっごくすごかった。なんかね、浮いてる気持ちになった。座席がゆらーって飛んでるってなった、ね、そんな仕組みもあるの？そう、 4DX として新たにバージョンアップな感じでこうやって劇場でご覧いただけるのは本当にスペシャルなことだなと思います。ということで、はい、米軍戦車の話なんですけど、はい、アメリカ軍はフランス軍の戦車借りて欧州の対戦に行ってるんですよね。ルノ FT ですよ、ルノ FT の、はい、FT です、はい、何かこう印象に残ったお店とか、あここまた行ってみたいなって。なんかもうどこも楽しかった、どこもかしこもすごく、なんかどこに行っても食べ物が出てくるのそうなんです、ずっと食べてた印象が、なんか大笑いの人々の優しさを感じた、はい、やっぱりドルフィンさんに行った時に、はいはい、扉を入ってもう廊下を見たら楽しかったここだみたいな。そう、皆さん大丈夫ですか？女性声優一人も来ないですけど皆様の演じる男性キャラたちがどのように活躍ができるのか。人力車引きながらね、おじゃーっつってで魚屋本店に突っ込むんです、はい、で魚屋本店がうちの店がーって突っ込むんです。7年ってすごいですね。すごいですね。ありがとうございます。なんか僕もテンション上がってる、すごい上がってる。そうそうだけどたまには貢献してくれよな。あんこチームいないんですけど、あれは見える。だって来年のあんこ祭りはもしかしたら私たちがないかもしれない。やだやだ、ベーサーチームの皆さんが、あー残念だ、やだやだ、予定は知ってるから絶対来てやる。第63回戦車道全国高校生大会の各校の出場後の戦術分析ということで、普通に聞けばなんだよみたいな作戦をずっとやってくるところが美穂の恐ろしいところあるなって。恐ろしい子ってやつですね。そうです、はい、美穂恐ろしい子ってやつですね、はい、新規ビジュアルが、はい、発表されたんですけども、はいはい、もうなんかね BC のみになっているという。そうですよね。大崎さん、これはやっぱ新生徒会長としていかがなものかと。やはりですね、はい、一抹の不安はよぎりますよ、ね、ガルパンっていうのがしれっと入ってて、でもなんかガルパンってガルパンかなとか思いながら、でもなんか違ったらあれだし、あ行ってみるまではわからないとか思いながらガルパソかもしれない。そうですよね。知ってるこの感じって言って、で今日ね3人の反応がすごい新鮮じゃない？そうなんです。もう昨日からずっと私は傍らでニコニコと。そうなの、お姉さんみたいなの、まえちゃんがいやー難しいですよね、うん、なかなか耳なじみもないので。資料いただきましたけども、もう分かんなくてそうなんですよ、うん、これはどっちバージョンでやればいいんだろうと思って一応両方練習しとこうとかでロシア語はねネイティブすぎたからかなりハードル上がったよね。うん、そうですね。こんにちは。アンチョビ出ますよね。アンチョビの場合、どうやって出て、うーしか言わない場合もあるんで。さ
ていよいよ本日、はい、劇場上映となりましたね。今監督が直々にスタジオに入ってきて僕があの一緒に歌いますみたいな感じでこの狂犬誰がやってんだろうと思ったら中上郁美って書いてあってダイジェストで他校のやつあったじゃない、うんうんうん、あれ全部 OVA にならないんですか。お笑いに行ったことある人、ちょっと待って、皆さんどこの人え、岡山の人。あ、え、岡山の人。すごい。雨降ってきて、笠組とカッパ組。なんで一人カッパなんですかね、あれ。受験組なので頭はいいのかなっていう部分が。どういう意味だい？あぜひですね、この第2話を何回も何回も見ていただいて、そしてこれからもガールズ&パンツァー応援していただけると嬉しいです。本日はどうもありがとうございました。せーの、パンツァ